どうも、クーニンでーす。皆さん、サンスポ野球大会、クーニンズは東日本の代表決定戦で敗れてしまったわけですけども、ここでサンスポ野球大会で飛び出したクーニンズのホームランをまとめたいと思います。今大会ですね、結構数多くのホームランが飛び出しておりまして、まずはそちらの映像をご覧ください。皆さん、ホームランの総集編いかがでしたでしょうか。相手チームのホームランと合わせて紹介させていただいたんですけれども、僕自身もですね、2本のホームランを打たせてもらったわけなんですけれども、ちょっとですね、準決勝決勝あたりから素振りの仕方を変えて、そこから調子が良くなったんですよ。で、何をしたかご紹介したいと思うんですけども、
主にですね、注意したポイントが2個あります。まず1個目がですね、ボールの軌道に対してバットをしっかりと入れるっていう部分と、できるだけ手前で捉えようとするっていうね、そのために素振りを変えました。バットをまず寝かすと、寝かすことでこっちの左手とは別に右手の方に重心がかかるようになったんですよ。で、そのバットをぐーっと引きます。普段はこのぐらいの引きなんですけれども、それをですね、ぐーっと引いてこの辺のボールを打つぐらいの気持ちで振り出すと、そうするとですね、ボールのこの軌道に対してバットがこうね、しっかりと出てきて、この当たる範囲が長くなるんですよ。多少そのずれても軌道に、バットがボールの軌道に乗ってるんで、まあ、多少ずれてもちゃんとコンタクトできるとっていうのことを意識して素振りをしました。寝かして引いてこの辺の球を打つっていう素振りを、まあ、ひたすら繰り返したらですね、結構本当にボールの軌道に対してバットを出していけるような、まあ、ミート率が上がったという形で、結果的にですね、準決勝と決勝で、まあ、2試合、まあ、強豪チームと対戦させていただきまして、まあ、代表を勝ち取っているチームからですね、7打数5安打1ホーマーというふうに、まあ、結果が出ましたと。まあ、特に決勝戦なんかは、高橋投手ってめちゃめちゃいいピッチャーで、4試合連続完封してるピッチャーからですね、まあ、チェンジアップとですね、ストレートがあって、チェンジアップがかなりね、遅くてね、タイミングをずらされるんですけども、チェンジアップを来てだいぶずらされながらも、まあ、しっかりとですね、ボールが来る軌道にバットが乗ってるので、多少ね、前後しても、捉えてヒットになれる。ヒットになるっていうね、そういうことがありました。右手で操作するような感覚もできますので、最終の、まあ、押し込みであったりとか、多少ずれた時の微調整なんかも、この右手でできるようなイメージがつきやすいのかなと。まあ、そのための、バットを寝かして引いてのスイングかなということで、まあ、これが僕の中ではですね、結構術中にはまりまして、結果が出たんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、まあ、きっかけはですね、うちのジャスティス上野っていう風に最強バッターがですね、まあ、試合前とかですね、本当に、まあ、こういうバットを担いで、で、普通に体をこうひねって、で、そのままスイングするみたいな、スイングをしてまして、まあ、それでまずですね、できるだけ体の近くでボールを捉える形の練習をしてたんですよ。で、それにヒントを得まして、もうちょっと極端に癖付けするために、まあ、バットを寝かして引いて、まあ、しっかりとレベルスイングに近いような感じになるんですかね。ボールの軌道に対してバットをしっかりと入れて、右手で押し込んだり操作したりするっていうために、まあ、しっかりとね、バットの重さを感じつつ振るっていう練習をしたんですけども、まあ、そういった練習を取り組んだ結果、ヒットが出たのかなというふうに思ってます。僕の目の前にですね、影とかがあるとちょっとやりづらいなって、どうしてもやっぱ自分の影を見ちゃってドアっぽくなっちゃうので、自分の目の前に自分の影が出ないようなところでスイングする方がいいかなっていうのと、あとはバットもですね、白い方がいいですね。黒いバットだとですね、まあ、例えばこれ黒なんですけども、ちょっとその振った時にこのバットの軌道が白だとこう綺麗に扇形になるんですけども、もう扇形に黒のバットはちょっとなったかどうかが分かりづらいので、まあ視覚的にまあちょっとなんかこうドアスイングっぽく見えるんですよ。なので、まあ黒いバットよりかは白いバットで素振りする方が個人的にはおすすめです。まあ、そういった意味でですね、このマルーチのバットっていうのはめちゃくちゃ素振りするには最適のバットですね。皆さんもですね、ぜひ実打だけでなく素振り用としてもこちらのマルーチのバットを使ってみてください。でですね、こちらのマルーチのバットはですね、タイアップ案件として使わせてもらったんですけども、取扱会社からですね、2本いただいております。なのでこちらの新品のマルーチのバット、ちょっとタイプは違うんですけども、2本をですね、素振り用としてプレゼントしたいと思います。こちらですね、7月の15日までにチャンネル登録していただいたユーザー様の中から、まあ、選んでプレゼントしたいというふうに思いますので、クーニン TV を見てるけれどもチャンネル登録まだの方いましたら、ぜひこの機会に登録をお願いします。まあ、結果発表はですね、6月15日以降にですね、まあ、動画なりツイッターなり何かしらの形で告知させていただこうというふうに思ってます。ということでですね、サンスポ野球大会の振り返りと合わせてちょっとした素振りの練習法をご紹介させていただきました。ぜひ参考になれば幸いです。また、バットの方も2本プレゼントしますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは、失礼します。
仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。